この素晴らしい集まりに参加できることは特権であり喜びです。今晩、一致と愛により結ばれていることは、女性としての大きな祝福です。最近、マリー・マデリン・カードンという女性の話を読みました。1850年にイタリアに召された最初の宣教師から、回復された福音のメッセージを家族と共に聞いた女性です。 バプテスマを受けた当時17歳か18歳の若い女性でしたある日曜日自宅で礼拝行事を行っていると地元の司祭をはじめとするボートたちが家を取り囲み宣教師に外に出てくるよう叫びました福音を聞くためではなく危害を加えようとしていたのですそこで若きマリーが出てきてボートたちに立ち向かいました ボートたちは宣教師に外に出てくるよう続けて叫びましたマリーは聖書を高く上げて彼らに立ち去るように命じ宣教師は守られており髪の毛1本傷つけさせはしないと言い放ちました彼女自身の言葉を聞いてください皆仰天しました神が共にいてそう言わせてくださったのですそうでなければあのようなことは言えなかったでしょう その場は静まり返り、凶暴な男たちはか弱く震える、それでいて恐れ知らずの少女の前に立ち尽くすばかりでした。ボートたちは恥と恐れを 恐れと後悔の念を抱きながら去っていきこのわずかな会社は無事に集会を終えました皆さんの多くと同じ年齢のこの勇敢な若い女性がボートに立ち向かい勇気と確信を持って信仰を擁護する姿を想像できますか 姉妹の皆さんボートたちに立ち向かわなくてはならない人はこの中にはあまりいないでしょうしかし私たちが最も大切にしている基本的な競技が攻撃にさらされていますそれは家族の競技です家庭の神聖さと家族の重要な目的があらゆる分野で疑念と批判攻撃の的となっています 20年前にゴードン・ B ・ヒンクレー大官庁が初めて家族、世界への宣言を読み上げたとき私たちは刑事により与えられたこの文書の明快さと簡潔さ真実性に感謝しましたしかし当時はその宣言がこの時代にどれほど必要とされているかを全く理解していませんでしたメディアやインターネット 学者テレビや映画さらに立法者からも吹き込まれる新しい世の定説を判断する基準として必要なのですこの宣言は世の倫理を判断するための私たちの基盤と基準となりました私はこの宣言に示されている原則が20年近く前に神の預言者によって与えられた時と同じように今日も真実であることを明かします 明らかなことを指摘させてください。人生が計画通りにいくことはそうはありませんし、すべての女性が宣言にあるような経験をしているわけではないことも承知しています。それでも、主のパターンを理解し、教え、できる限りそれを実現しようと努力することは重要です。私たちにはそれぞれ、主の計画の中で果たすべき役割があり、主にとって同じように価値のある存在です。 愛にあふれる御父が私た,ちに私たちの義にかなった望みをご存知であり、制約を忠実,守忠実に守る人には、約束を必ず果たしてくださることを覚えておくべきです。天の御父は一人一人に使命と計画をお持ちですが、同時に時を定めておられます。現世で直面する難題の一つは、死の時を信じる信仰です。 大案を考えておくことは制約を守り思いやりに満ちた義にかなった女性となり人生がどう転んでも神の王国を築く上で役に立つでしょう理想を追求しつつ予期せぬことに 備ええるるよう娘たちを教える必要があります家族世界への宣言の20周年となる今年教会の女性にこの宣言の擁護者となるようチャレンジしたいと思いますマリー・マデリン・カードン姉妹が新たに見いだした信仰と宣教師を勇敢に擁護したように私たちも結婚や家族 男女の神聖な役割や神聖な場である家庭の大切さについて主が明らかにされた教義を大胆に擁護しなければなりませんたとえ世界がこれらの原則は時代遅れで窮屈でもはや重要ではないと叫んだとしてもです 既婚か独身か何人子供がいるかに関係なく全ての女性は家族の宣言に記されている種の計画の擁護者となることができますそれが種の計画であるなら私たちの計画でもあるべきです宣言で教えられている原則のうち特に擁護する必要があると思う原則が3つありますまず男女間の結婚についての原則です成分はただ種にあっては 男男なしには女はなななしししにには男ははは女女いいいと教えています神権の祝福を余すことなく受けるには、主の宮において夫婦として結び固められ、義のうちに共に働き、制約に忠実であり続けなければなりません。これは主がその子らのために定められた計画であり、世間がどれほど異を唱え、批判しようとも、主が宣言されたことが変更されることはありません。 私たちは義にかなった結婚の模範を示し生活の中で神経の祝福を探し求め祝福がすぐに来ない時には信仰を持たなければなりません異なる意見を持つ人々に愛と思いやりを示しながら主が示された通りの結婚を擁護し続けましょう擁護するべき次の原則は母親と父親の神聖な役割を尊ぶという原則です私たちは目標を高く持つよう子どもたちに熱心に教えています 特に娘たちが成功し、なりたい人物になる可能性があることを理解できるようにしましょう。学びを愛し、教育を受け、才能を伸ばし、さらには第二のマリー・キュリーやエライザ・アール・スノーになれるよう願っています。また、母親、父親という役割に勝る名誉も、称号も、役割も、このように存在しないことを子供たちに教えているでしょうか 最善のものを目指すよう、子どもたちを励ますのと同時に、天皇父の計画において母親と父親が果たす役割を子供たちがび学び、尊ぶことができるよう、 教えてほしいと願っています我が家の末娘のアビーは母親の役割を擁護する特別な機会を得ましたある日子どもの学校からキャリアデーを開催するという知らせがあり学校に来て自分の職業について子どもに教えたいと思う親は申し込みをするようにとのことでした そこでアビーは母親業について子どもたちに教えた方が良いと感じました。キャリアデーが近づいても学校から連絡がなかったので学校が申し込み書を紛失したのだろうと思い電話をしました。担当者が慌てて受け入れ先のクラスを探すとキャリアデーの最後にアビーが話すことに2人の教師が同意してくれました。 アビーは楽しく発表する中で、母親はさまざまな分野の専門,家では専門家でなければならないと教えました。薬や心理学、宗教,教、教育、音楽、文学、芸術、財政管理、装飾、ヘアスタイル、運転、スポーツ、料理、ほかにもたくさんの分野があります。これを聞いた子どもたちは感心しました。 アビーは最後に毎日母親がしてくれる愛情あふれる行いへのお礼の言葉を書かせて子どもたちが母親に感謝するようにしましたアビーは子どもたちがこれまでとは違った目で母親を見て親の爪が価値あるものだと学んだと感じましたアビーは今年も申し込みましたが6つのクラスから招かれていますアビーはこう言っています この世では子どもは親の務めが副業であり時には不便だとさえ感じてしまいがちだわすべての子どもたちに自分は親にとって最優先すべき大切な存在だと感じてほしいの親の務めが私にとってどれほど大切かを伝えることで親が自分のためにしてくれることやその理由に子どもが気づくんじゃないかと思うわ 私たちの愛するモンソン大艦長は女性と母親を尊ぶ素晴らしい模範です。地上の女性に、地上の母親についてこう述べています。一人一人がこの真理をこの心に留めておくことができますように、人は母親を忘れていながら神を覚えていることはできず、母親を覚えていながら神を忘れることはできません。なぜでしょうか。神と地上の母親という神聖な二人の存在は想像と愛、 犠牲と奉仕においてパートナーであり、一つなのです。擁護しなければならない最後の原則は、家庭は神聖な場であるという原則です。時にあざけりの的となるある言葉の価値を高めなければなりません。それは主婦という言葉です。女性も男性も、若者も子供も、独身者も既婚者も、すべての人は主婦、つまり家庭を築く人となる努力することができます。 私たちは家庭を避こ所とし、また清く安全な場に家庭を築き上げるべきです。家庭は主の御たを豊かに感じ、成分と福音を学び、教え、実践する場でなくてはなりません。全ての人が義にかなった家庭を作ろうとするならば、世界は大きく変わるでしょう。神殿以外に勝るもののない清い場である家庭を擁護しましょう。 姉妹の皆さん私はこの末日に女性として生きていることに感謝しています私たちには過去の女性ではなかった機会や可能性があります大胆に立ち上がり結婚や親の務め家庭を擁護することにより神の王国を築きましょう主は私たちが勇敢で確固として揺らぐことのない戦士として主の計画を擁護し 次の世代に死の真理を教えるよう求めておられます。天の御父が生きて、一人一人を愛しておられることは可視します。御子イエス・キリストは救い主、あがない主であられます。イエス・キリストの皆により、明かします。アーメン